元彼女に聞いたラブホテルの話。霊感の強い元彼女は過去に二度ほどラブホテルで恐怖体験をしたそうだ。部屋に入り、すぐに有線放送をかけしばらくすると、音楽が聞いていられないほどのノイズに変わった。入室時から嫌な雰囲気を感じていたので、彼氏を説得し、すぐさま部屋を出た。階段を上り、部屋に入るタイプのホテルだったが、扉を開け階段を降りると、その途中にうつむいている黒髪にボロい洋服姿の女が立っていた。怖かったが、彼氏を怖がらせないため、普通に女を避けて降りる自分に対し、彼氏は女を避ける素振りもなかったそうだ。別のラブホテルに泊まった日の話。ことを終え、眠りについた深夜2時ごろのこと。突然、部屋の扉が開き、老婆が入ってきた。老婆は、玄関付近にあるトイレやお風呂のあたりで、何かを探しているようであったが、数分して、静かにいなくなった。彼氏と一緒に固まって声も出せずにいたが、次第に腹が立ってきて、フロントに連絡をした。お宅の清掃のババアが部屋入ってきたんだけど、どうなってんの？と言うと、申し訳ございません。お代は結構ですので。という話になった。思えば、入ってきた音も、出て行った音も、しなかったという。どちらのホテルも心霊の噂を聞くところではないのだが、見える人からするとあまり関係ないようだ。